皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はこれだ、はっ、 H&M、 はい、H&M で買ってきた商品を紹介していきたいと思います。ちなみに今回はその商品を紹介するだけじゃなくて、その H&M、 そしてプチプラな商品からのハロウィンコーデをしようと思っているので、ぜひH&M に行ってプチプラコーデを見つけてハロウィンコーデをみんなでしよう。それじゃあどうぞ。はい、それではまず一つ目、せーの、はーい。で、これにサングラスとワインボトルと、ちょっとリッチなハロウィンパーティー乾杯。こちらはね、2499円が600円よ。しかもサイズは32、32 はい、ここがリボンになってて、こっちもリボンになってて、ワンピースで、まあベルトしたりして、ちょっとおしゃれなパーティーチックなハロウィンパーティーができそうです、というコーデでした。じゃあ次こちらです。せーの、じゃーん、パジャマコーデです。ちなみにこれはオレンジ色のシャツなんですけど、あえてデカめにしてます。で、結構ちょっと透けやすいんで、あの下に H&M の前紹介したパンツを履いてます。これは2499円が700円になってます。パジャマチックなハロウィンコーデです。こちらです。これとこれを、せーの、じゃーん。これはウォーリーチックなウォーリーコーデです。で、結構これはめちゃめちゃスケスケな感じなんですけど、このスケスケ感がすごいハロウィンっぽいなって思いました。なんか結構ハロウィンやったら露出してたりとか、まあ、これ逆に今タンクトップを着てるんですけど、タンクトップじゃなくてへそ出ししたりしてもいいんじゃないかなって思います。あと、この帽子はちなみに100均のキッズです。100均のキッズ用です。上が1299円が100円、そしてこのパンツも H&M で2499円が500円になってました。で、これもあえて L サイズを買って、肩出しできるようにしてます。M サイズはギリ多分できひんぐらいやったかな。まあ、肩幅が狭い人はもしかしたら普通にダラーンってできるかもしれへんけど、まあ、これがウォーリーっぽいコーデでーした。あ、伊達メガネを忘れました、させんということで、次はこれに着替えます。せーの、じゃーん。最後はこちらの紫色のロンティーです。このロンティーはなんとメンズにありました。めっちゃ可愛くない？しかも生地も結構なんか薄いけどしっかりしてて、めっちゃこれはお気に入りです。で、ここにどんどん付け加えていきます。じゃーん。マントにこの斧、角、槍、このやつに、そしてハロウィンのなんかバッグ、これ100均です。100均です。で、こちらの服が1299円が300円です。そう、これ300円ってやばない？で、まあ、こういうのを持って、ちょっと初心者な方とか、あんまりなんか仮装何したいかわからへんっていう人とかは、なんかシンプルにこういうものとかを使うだけでできるんじゃないかなと思って、なんかハロウィンはやっぱ紫かオレンジっていうイメージが強いから、こういうのでちょい可愛い魔女で、ここに帽子をつけて、さらにちょい可愛い魔女です。ということで、今回はこの4点のコーデでした。魔女の魔法かかれ。皆さんどうでしたか？このロンティだけでも、ほんまにこの小道具をつけるだけでハロウィンっぽくなったりとか、あとはこう大きいものをやっぱりハロウィンは着て、ちょっとダラっと着てだらしなく見せた妖怪っぽくこんな感じでしていただけたら、すごい可愛くなったりハロウィンっぽくなるので、皆さんもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。